こんにちは、しずる TV です。今回はセダンヌから8月上旬に登場する新色を含めたリップカラーシールド全5色を全色レビューしていきます。パーソナルカラーだけでなく色持ち耐久検証、既存色との比較や他のプチプラリップとの色比較もお届けいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。セザンヌリップカラーシールドは今回の新色が追加されて、カラー展開は全5色、価格は660円です。唇の水分と反応して色を守るジェル膜を形成し、ピタッと唇に密着して塗りたての美発色を持続させてくれます。5種類の美容成分を配合していて、美容液のようなとろける塗り心地で唇の潤いもキープしてくれます。今回は多彩なスタイルにマッチする絶妙カラーの3色が追加されますので、全色1色ずつご紹介いたします。01フィグブラウンはピンクベージュ系で、赤みを含んだシアーな血色感カラーです。フィグブラウンという名前の通り、ブラウンの深みを少し感じますので、女性らしさの中に少し落ち着きを感じるような色合いになっています。ブラウンといえど暗すぎないので、どんな年代の方でもデイリーで使いやすいです。リップクリーム感覚で滑らかに塗れて、ほんのり血色感をもたらしてくれる印象で、粘膜リップとしてもおすすめのカラーです。02オランジュベージュはオレンジベージュ系で、黄みの強いおしゃれなカラーです。少しビターなニュアンスを感じる色合いで、パキッとしたオレンジリップではないところが普段使いもしやすいですし、素の唇になじみつつ、ほんのりヘルシーな印象もプラスしてくれます。オレンジの果実感はありつつも、ベージュのナチュラルな印象も感じるので、派手になりすぎずにメイクを彩ってくれるバランスの取れた色合いになっています。ぜひオレンジのアイシャドウと組み合わせて、大人の垢抜けオレンジメイクを楽しんでみてください。続いて新色の3色をご紹介いたします。03ココアブラウンはブラウン系で、血色感を与えてくれるようなぬくもりカラーです。程よい深みを感じる一方で、透け感と赤みも絶妙にブレンドされていて、ナチュラルな粘膜リップとして万能に使える、一度使えば手放せないブラウンベージュカラーです。実際に肌にのせてみると、シアーな発色で自分の唇の色が透けて見える仕上がりです。その結果、すっぴん唇の赤みと混ざり合い、優しい赤みベージュの色合いが引き立ちます。重たくこっくりとしたブラウンリップが苦手と感じる方でも、そのナチュラルな色合いから抵抗感を感じずにお使いいただけますので、ぜひ一度試してみてください。04メロンピンクはニュートラルなピンク系で、好印象間違いなしの粘膜カラーです。派手な色ではないのですが、肌を一気に明るく引き立てる華やかさのある色合いです。赤ちゃんのようなピュアな可愛らしい表情を演出してくれる、ベージュとピンクが絶妙に混ざった色になっているので、このカラーがお好みの方は多いんじゃないかなと思います。ツヤのベールをまとったようなツヤ感と、どんな顔立ちにも合いやすいナチュラルなピンクが、初々しい可愛さを引き立ててくれます。顔色を暗く見せず、自然な血色感を引き立てる粘膜色のリップを求めている方には見逃せない一品となっています。05アンティークローズはローズレッド系で、深みとくすみのバランスが絶妙な上品カラーです。ローズという名の通り、かすかに青みを感じますが、赤みの強さとシアーな発色のおかげで、モードすぎる印象は避けられて、大人の女性らしい雰囲気を引き立ててくれます。ローズ系のリップは華やかさと上品さの際立つ色が多い分、青みが強すぎたり深みが強すぎたりと、デイリーで使用できるものを見つけるのは少し難しいなと感じていましたが、このリップは青みも深みも程よいバランスで、日常使いに最適なローズ系のリップだと思います。低価格でありながら落ちにくいという機能性も兼ね備えている万能リップですので、ぜひ一度試していただきたいアイテムです。全色比較してみると、新色3色は既存色の01番に近い赤みを帯びたベージュベースのカラーラインナップになっています。黄みや青みにそこまで振り切っていないので、幅広いパーソナルカラーの方が取り入れやすそうです。新色の03番はサイドが低めの落ち着いたブラウンベージュ、04番は柔らかなピンクベージュの粘膜色、05番は深みのあるローズとなっていて、複数色買っても違う雰囲気を楽しめるんじゃないかなと思います。続いて新色3色とプチプラリップを比べて、似ている色はあるのかどうかを調査しました。まず新色03番に似ている色としては、ケイトリップモンスター05番、リップモンスター11番、セザンヌウォーターリーティントリップ06番です。
03番はシアーの発色で程よいくすみ感のあるナチュラルなブラウンであるのに対して、リップモンスターの05番は赤みのあるブラウン、11番はややオレンジも混じったブラウン、ウォータリーティントリップ06番はしっかり発色の赤みブラウンでした。最も色が似ているのはリップモンスター11番ですが、リップカラーシールドの方がよりシアーで自然な仕上がりになりやすかったです。次に新色04番に似ている色としては、ケイト、リップモンスター03番、キャンメイク、ムチプルティント01番、メルティルミナスルージュ T01 番です。04番は赤みとピンクみが強いナチュラルベージュであるのに対して、リップモンスター03番は黄みの強いナチュラルベージュ、ムチプルティント01番は赤みを含んだブラウンベージュ、メルティルミナスルージュ T01 番は柔らかなコーラルベージュでした。最も色が似ているのはキャンメイクの T01 番ですが、リップカラーシールドの方がよりピンクっぽさがプラスされた色合いに感じました。続いて新色05番に似ている色としては、キャンメイク、ムチプルティント03番、ロム&ジューシーラスティングティント25番、セザンヌラスティングリップカラー N102 番です。05番が赤みの強いローズカラーであるのに対して、ムチプルティント03番はより青みが際立つローズレッド、ロム&が青みの含んだピンクベージュ、セザンヌがやや赤みの感じるコーラルピンクです。最も色が似ているのはセザンヌのラスティングリップカラー N で、この色にブラウン要素を少し足したら新色の05番の色に近づきそうです。続いて色持ち耐久検証を行いました。まずはティッシュオフです。ティッシュへの色移りは少し感じますが、ベタっとつく感じはなく、唇の色が取れている感じもなかったです。続いてコップへの色移りを検証してみました。一度ティッシュオフをした後ということもありますが、コップへの色移りはほとんど見られませんでした。続いてこの状態でマスクをして7時間過ごしてみました。マスクへの色移りもなく、リップがマスクについてしまう不快感もなかったです。最後に7時間経過後の唇がこちらです。塗りたての時と比べると少し発色は優しくなりましたが、これだけ時間が経っていても唇に血色感がありました。もともとがシアーな発色でナチュラルな仕上がりなので、時間が経つとすっぴんの唇に近い状態になるかなと思っていましたが、想像以上に色が残っていて驚きました。今回は8月上旬に登場する新色3色を含めたセザンヌリップカラーシールド全5色の全色レビューを行いました。ナチュラルなカラー展開でお仕事やお出かけなどどんなシーンでも使いたくなるラインナップが魅力的で、思わず全色揃えたくなるほど可愛い色ばかりでした。リップクリームのような滑らかな塗り心地も魅力的ですので、ぜひ唇が荒れやすいという方も手に取ってみてください。セザンヌリップカラーシールド全5色のパーソナルカラー仕分けはこちらです。しずる TV は専門家監修のもと、新作コスメ情報やパーソナルカラー情報をお届けしています。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。